はい、こんにちは。今日は慶応大学の問題です。問題はこちらです。実数 xyz が x プラス 2y プラス 3z イコール1を満たすとき、x2 乗足す 4y2 乗足す 9z2 乗の最小値を求めようといった問題ですね。これは3つの変数なんですけれども、まあ、1つこの等式が与えられているので、まあ、文字を1つ表記をすることができますよね。まあ、例えばこれ 3z イコールにすると、1-x 足す 2y と。こうなって、これをここに代入して、これ2乗すると 9z2 乗になりますよね。ですので、これを2乗したものをここに代入して、x と y だけの式にして、で、一文字固定して解いていくと、最小値を求めていくということもできるんですけども、まあ、多少時間かかりますよね。で、今回の場合は、まあ、あることに気づくと、まあ、パッとですね、すぐ解くことができるということなんですね。で、それは何かっていうと、コーシー・シュワルツの不等式と。これを知っているとすぐ解くことができます。これは何かっていうと、まあ、いろんな考え方があるんですけど、まあ、ベクトルの考えを使ってやると、A ベクトルと B ベクトルのこの内積を考えるよと。で、内積っていうのは、A の大きさと B の大きさとコサインシータですよね。つまり、A ベクトルと B ベクトルがこうあったときに、この間の角度をシータとすると、こういうふうに表せますよと。で、これを2乗しましょうと。2乗すると、A の大きさの2乗、B の大きさの2乗、コサイン2乗シータですよね。で、コサイン2乗シータっていうのは最大でも1ですよね。1になるときが最大だと。いうことで、これは不等式で、こんな風に表すことができます。コサインシータを1として、1のときが最大だと。それ以下ですよと。こんな風に表すことができますよね。で、これ統合が成立するときっていうのは、コサインシータが1のとき、つまりシータが0のとき。だから、A と B がこう平行になるときですね。A ベクトルと B ベクトル平行のとき、つまりシータが0、この角度が0のとき、平行になるときに、この統合は成立しますよと。これが統合成立。つまり、A ベクトルと B ベクトルを、例えば、成分で表したときに、A、B、C と、B ベクトルの方を、E, D, E, F としましょうか。とすると、これ、平行ですので、平行になるときということなんで、A 分の D と、B 分の E と、C 分の F。つまり、A 対 D と、B 対 E と、C 対 F。この比が全部等しいよと。これがイコールになるときに、統合成立しますよ、ということですね。で、これを使うと、あっという間に解くことができるんですが、今回どういうふうに使うかっていうと、これ A ベクトルを111というふうに見ます。で、B ベクトルを X2Y3Z。こう見ると、これとこれの内積、つまり A ベクトルと B ベクトルの内積っていうのは、これ各成分かけて足したものですので、これが出てきますね。つまり、ここの部分っていうのは、X 足す 2Y 足す 3Z。の2乗となりますね。で、これが、これの大きさっていうのは、の2乗は3ですね。で、これの大きさの2乗は各2乗して、したもの。つまり、x2 乗足す 4y2 乗足す 9z2 乗と。こうなりますよね。で、今これが1ですので、ここが1だということで、これ3で割ると3分の1以上ですよと。こうなりますよね。ということで、これの最小値っていうのは3分の1ですよと。で、これ3分の1になる、この統合が成立するところはどこなのか、その状況っていうのはあるのかっていうことなんですが、それを確認すると、先ほどのこれから統合成立条件っていうのは、この1分の x イコール1分の 2y と1分の 3z。これが平行になるときですので、この比が等しいよというときですね。この時、統合成立しますよと。で、じゃあこの場合っていうのはどうなるかっていうと、つまり x と 2y と 3z が等しい時ですので、これ全部 x で置いてあげると、3x イコール1と。つまり x は3分の1となりますね。じゃあその時の y はっていうと、2y イコール x ですので、2y が3分の1ですから、y は2で割って6分の1。で、今度 3z が x ですので、3で割ると9分の1。ということで、この時に
統合は成立しますよということで、この最小値っていうのは3分の1で、その時の XYZ っていうのはこの値ですよというふうに求めることができますよと。こんなふうに、コーシー・シュワルツの不等式をこれ知っていると、こんなふうにこう、A ベクトル、B ベクトル、こう当てはめてあげると、パッと最小値を求めることができるということなんですね。はい、以上になります。ありがとうございました。